バディ・ライスはアメリカ合衆国のレーシングドライバー。彼は2004年のインディ5020ホールレターマンレーシングから2009年のデートな24時間レースにプルモスレーシングから出走して優勝したことでよく知られる。ライスはフェニックスで元ドラッグレーサーの息子として生まれる。祖父はインディアナポリス出身でライスの父親にレースへの興味を伝えた。 ライスが初めてレースに出会ったのは6歳の時であった。11歳でカートレースを始めたが、高校時代は野球に取り組み、大学及びプロのスカウトの注意を引きつけた。しかしながら、ライスは父親と共にレースを仕事にしていくと決めた。プロレーサーとしての経歴は1996年に始まり、US 界2000に出場する。2番手からスタートし8位でフィニッシュした。 彼はまた、ダッチ・シェルビープロシリーズにも出場し、ラスベガスでは、ポール・トゥインを達成した。1997年は、リンクス・レーシング、DSTP モータースポーツから、会2戦に参加し、フェニックスで優勝、ランキングは4位となった。また、バルボリンチーム、USA スカラーシップでも優勝、ヨーロッパで行われた、ネーションカップでは、アメリカ代表となった。 1998年はナザレスでポール・トゥ・インを達成した。トヨタ・アトランティックシリーズではランキング7位となりジルビル・ヌーブ・メモリアル・アウォードを獲得した。1999年はリンクス・レーシングからトヨタ・アトランティックに参戦、ランキング5位となる。2000年はシリーズタイトルを獲得し、レッドブル・チーバー・レーシングの興味を引いた。二千一年十一月、 カリフォルニアでチーバーレーシングのテストを受けた。2002年、ライスはレッドブル、チーバーレーシングからインディカーシリーズへのデビューを果たし、8月にミシガンで最初のレースに臨んだ。当初はクラッシュしがちなトーマス・シェクターの代役として起用されたが、オーナーのエディ・チーバーは、シェクターの契約が最初に思ったよりも固く保護されていることに気づいた。 チームはエントリーを3台に増やし、ベストのクルーと最良のパーツをライスに与えた。ライスは数インチの差でシェクターに敗れたが、シリーズで記録を残した。彼は最終5戦に出走したが、トップ10フィニッシュ4回、トップ5フィニッシュ2回という結果であった。2003年は、レッドブル、チーバーレーシングから16戦中13戦に参加したが、 最終参戦はより経験豊富なアレックス・バロンにとって代わられた。2003年11月、ライスはホームステッド・マイアミ・スピードウェイで行われたクラフツマントラックシリーズに出場した。ケニー・ブラックがテキサス・モーター・スピードウェイでクラッシュ、負傷したためその代役としてボビー・レイ・ホールに採用されたためであった。2004年、ライスは雨で短縮されたインディ500で ポールトゥインを達成した。これは彼にとって、インディカーにおける初勝利であった。その年は5回のポール、3勝を挙げ、リードラップ342周を記録、シリーズランキング3位となる。インディ500での勝利後、スポンサーは好きな車を買ってもいいと告げ、彼は1949年型のマーキュリー8を購入した。ミルウォーキーマイルで2007年2005年は、 ビトールメイラ、ダニカパトリックをチームメイトとしてシリーズに臨んだ。しかしながら、インディ500ではプラクティスで負傷、決勝に出場することはできなかった。そして皮肉なことに、ケニー・ブラックがライスの代役を務めた。2006年はチームメイトのポール・ダナがホームステッド・マイアミ・スピードウェイで自己死するという悲劇で幕が開けた。ライスとダニカパトリックはすぐに、 レースから撤退した。ライスのシーズン開幕は、次戦のセントピーターズバーグからとなった。インディ500は、エリオ・カストロ・ネベスと接触、クラッシュし、早々に終わった。インディカーシリーズの終了後、彼は、ジャンプカーワールドシリーズ、メキシコでの最終戦にフォーサイスレーシングから出場、10位で、フィニッシュした。2007年、ライスは、ドレイヤー レインボールドレーシングに加わりサラフィッシャーのチームメイトとなる。シーズン後半でトップ5フィニッシュ3回、ランキングは9位となり2004年以来最良の成績となる。2008年も同チームから出場し、ワットキンズグレンで4位に入賞したが、ランキングは16位であった。2008年にチームと契約を解除し、2009年はインディカーシリーズに参加しなかった。 レッドブルトの長年のパートナーシップも期限が切れ、更新されなかった。2011年は、パンサーレーシングから JR ヒルデブランドのチームメイトとして、インディ500に出場、44番車をドライブした。2007から8年シーズン、ライスは A1 チームアメリカと契約、A1 グランプリに参加した。序盤4戦に出走したが、ザントホールトでの13位が、 最高位で、ジョナサン・サマートンと交代した。ダイスは、クラシックカーの収集と、レストアが趣味である。妻のマーゴットとの時間を大切にし、第一子の皆は2008年4月9日に誕生した。現在は、ロレックススポーツカーシリーズに参戦する。2010年のグレン6時間で、初の表彰台に登った。そのレースでは、左のシューズが脱げたままで完走した。 アトランティックチャンピオンシップインディカーインディ500チャンプカーありがとうございます。